こんにちは。こんにちは。ソロマンです。よろしくお願いします。すごいこのメンバー。やっとお会いできた。お会いできました。ラッちゃんとお会いできました。とてもでも1年ぐらいですか。いや本当ねメールとかでやり取りして、うん、そうなんかこうロミオとジュリエットみたいな感じで1年間やり取りしてきたんですけど、今日ね満を持して、はい、やっとラッちゃんと会えました。よろしくお願いします。で今日はもう一人ゲストでマホチャンネルのマホちゃん。どうもマホです。あれ いつものいつものやらせていただいていいですか。ちょっと国境の割やるのはお恥ずかしいんですが、ちょっとやっておきます。プシュゴクゴクプハー、どうもマホです。かわいいな。ちょっと嫌い。かわいいですよね。すいません。はい、こんな3人でやっていきますんでよろしくお願いします。お願いします。うまいもん TV。 今日はもうメニューとかも決められてるんですか。僕が、芳醇ラーメン、真帆ちゃんも芳醇ラーメン、あと1枚唐揚げとチャーハンを。で、ラスちゃんは来てからのお楽しみで。どうなるのかと。いや、僕リアルに聞いてないんですよ。楽しみですね。早速じゃあ乾杯しちゃいますか。乾杯しちゃって、はい、お疲れ様です。出会いに乾杯。いただきます。いただきます。真帆ちゃんからどうぞ。え、もうこれたまらんすね。もうああもういいです。もうのこの芳醇な香りが。パクパク食べて。まあ、それぞれ食べ方あるんでね。うーん。おいしい。おいしい。おいしいですよね。どうですか。うん、口の中でじゅわっとさっぱり美味しいっす。ねえやめて。美味しいでいいんですよ、美味しいものは。いや本当本当美味しい。もうただそれだけ。僕もいただきます。まー、あ、ちゃんこれね全粒粉って言って麺にかつお粉っていうんですか。全粒粉っていう今でいうブランパンとかよく流行ってるじゃないですか。はい、あれとかも入って加水率とかもちもちの食感とかプリプリの食感が普通の麺よりも強くて、確かにすごいもちもちしたもん、ね。うん、そういうのも感じていただきながら、お酒も提供されてるんで、うん、お話しながらでも伸びにくくて。あ、なるほど。さすが石井さん。本当に美味しいですね。美味しいですね。ちょっと僕もスープから。絶妙な濃すぎず、なんかさっぱりしすぎず。あー、ミルキー。もう本当そんな感じで、もう美味しいな。もう顔で顔で伝わらないかな、美味しい。うん、ほんとうまい。唐揚げちょっといってみて、まーちゃん。これすごいし、これ何、私がここ初めてだから、うん、ちょっとなんかこれに衝撃をまず覚えてるんですけど、これでもラスちゃん特別メニューなんですよね。唐揚げを頼む時に、うん、お話ししてもらえれば普通にどの方でも頼めるので、通常は3つ4つに分かれてるんですけど、お伝えすればこうやって1枚唐揚げになってくるんで、これかぶりつくのがうまいんですよ。うまいっすね。食べて食べて。ちょっと本気出しますわ。いただきます。これからだから。これからだ。ほんとうまいっすね。失礼します。やばい、なんか待って、嘘でしょ。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、見えるかな。これも頼んだラスカ。ラーメンのトッピングのデラックスのに入ってる。やばすぎ。これ何キロですか、ちなみに。これね、10玉入ってるんで4キロ、5キロぐらい。もうなんて、スープとも合わせると5キロ以上はこれだけで、あと唐揚げが全部で多分7キロ弱ぐらい。ラスちゃんやばいね、相変わらず。やばすぎ。僕も正直毎回来るたびに、あーやばいって思います。思うんですか。思うんですか。合計7キロぐらいって、まあ、スープ回してね。正直ここまでだと思ってませんでした、なんか動画を。でしょでしょ。ここまで、うん、やばいなぁ、ほんと。じゃあもう、マイペースに皆さん、いただいていきましょうか。はい、はい、ゆっくりといただきましょう、美味しく。はい、はい、改めていただきます。改めていただきます。うん、うまい。美味しいね。美味しい。あ、幸せ。やばいね。ラスちゃんの食べる姿を生でこうやって隣で見れるのは光栄ですよ。全然もう呼んでくれればもう作るんでも。素朴な疑問なんですけど、普段のお食事とかは。僕は普段はあんま食べてなくて、昼もサラダとかサラダチキンとか、ちょっと体にいいもの。で、夜も取らなきゃ、撮影しなければ別にあんまり食べないので。そうなんですね。本気出したらすぐみたいな。お腹は空かないんですか。ち
すいたなって時あるんですけど、あでもこういう時のためにやってないというか、プロだわ。どうしてもなんかあの食欲が満たされてると、あの辛い時とか食べれなくなっちゃうので。確かに。でもちょっと辛くてもやっぱりそれがあると、あるとっていうか食べたいっていう欲があれば最後まで美味しくいただく、できればこう美味しくいただきたいっていうのがあって。ああそうですよね。そりゃどうしてもデカ盛りだとお腹いっぱいになっちゃったりするんですけど、それでも最後まで美味しくいただけるようにというか。なるほど、かっこいいな。スポーツなんで大食いって本当にね、大会とかも出てみんな気合がもう違って、やっぱりピリピリしたような本当にスポーツって感じでしたね。いや本当にスポーツだと思う。スタートの緊張感すごそうですね。すごいです。もうすごいですね。あれは僕ね、なんかこうその触れていい話なのかどうかわかんないですけど、はい、大食いって何のためにするのっていう言葉聞いたことあるんですけど、はい、その質問めちゃめちゃ野暮だなと思って、はい、それって生きること全てにおいて言えることじゃないですか。何のためにするのって。でしょ、スポーツだって、まあ、例えばさっき僕格闘技見に来たんですけど、しかも女子格闘技で、はい、殴り合いしてるわけですよ、はい、それ何のためにするのって聞くの野暮じゃないですか。僕もそのやり始めたきっかけというのが、やっぱ大会とかもともと大食いの大会が好きで見てたんですけど、こう一緒になって、その他のスポーツと同じように喜んだりとか、うん、変な話、時にはその泣いたりとかも書いて、はい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 、してて、いや本当にそう。でそれがその自分ができる立ち位置になった時にやってみたいなって思ったのがきっかけでやりだしたので。だから選手ですよ本当に。いやもうマジでスポーツだから大食いって。動画でも大会でも一緒にこう見てもらえる人に楽しんでもらえたら、僕はそれが一番かなと思って。で一番よく言えば、その後そのお店にみんな行ってください。ああそうですね。経済効果がなしならね、本当に美味しい。それほど幸せなことないですよね。ぜひぜひ。いやー今のお話でビールが進みますね。なくても進みますよね。2杯目行ってよ、ももちゃん。ももさんどうですか。うん、あ、もうね、この後ね、日本酒いただくんですよ。あ、はいはい、はい、得意の。あ、リツカさんに来たらみたいなとこありますよね。うん、じゃあちょっと唐揚げいきますね、僕。ぜひぜひ。これね、私なんですよ。ちょっともう汚い食べ方で本当に申し訳ないんですけど、なんかね、やっぱりこう気を使って食べると半減しちゃう僕はあるんで、もうがっついて、あえてこのものは。いただきます。おいしい。私と反応変わんないじゃないですか。こうなりますよ。こうなりますよね。普通の唐揚げと違って、あの切ってないから油が逃げなくて、うん、本当に冷めてもジューシーなんですよ、ずっと。解明された、そういうことか。これね、真帆ちゃん、味変でこのとろろ昆布と海苔があるんですよ。いいですね。これね、とろろ昆布が非常に合うんで。絶対合いますよね。え、嫌いじゃないですか。大好きなんですよ。あ、じゃあもうぜひぜひ入れてみて、入れてみて。早速いただきます、うん、では、いただきます。あ、もう匂いが、もう、うわおいしい。おいしい。おいしい。合いますね、とろろ昆布。本当に合うんですよ。僕はもうすぐピロッと食べちゃいますよ。うん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 。じゃあ日本酒いただこう。ラーメンいただきました。ごちそうさまでした。早い。本当にピロッと。本当お腹すいてたから。あ、じゃあ日本酒いただいてよろしいでしょうか。おすすめしていただいて。店長が今日おすすめ一番ですよ。このうとうと。小豆島唯一の酒蔵のなんとかって言いました。小豆島唯一の酒蔵のなんとか、なんとか、あの、で作られたなんとかで、まあ、すごいんですよね。これレアということで2杯いただいて。飲もう。有無を言わさず。有無を言わさず。嫌いじゃないっす。ド M やな。唐揚げとチャーハンがある。有塚さんってなんかそのデカ盛り運動よりももともと好きで来てるので、あ好きなお店をなんか美味しいって言ってもらうのが一番おいしい。なるほどなるほど。美味しい本当に。でもこちら僕本当ドラコ君きっかけで来させてもらって、はい、はい、全部美味しいじゃないですか。全部美味しいですね。なんかいちいち美味しいっていう表現するんですけど、美味しくない。
全部いちいち美味しい、いちいち美味しいでしょ。あ、来た。うわグラグラ、なんだっけ、弟弟弟大丈夫弟弟弟弟弟小豆島の焼酎、あ、焼酎じゃない日本酒僕ね、ここに来る前も結構飲んできたんですよ本当ですか島仕込みのうとうと、いただきます。え、でもかなり減りましたよね結構、汁が吸ったなんか嬉しそうに食べるなぁ美味しいですか。美味しいですね。いいですね、好きなもの美味しい。いやー、素晴らしい。うとうと、いただきましょうよ。はい、あ早速いいですか。はい、ではちょっと持ってね、品皿ごといただきます。いただきます。しみる僕日本酒苦手なんですよ。はいはい、そうなんですか。そうなんですよ。はい、僕日本酒苦手だということが。どうですか、苦手な相馬さん。苦手な僕でもまあ飲めるぞという飲めるぞという飲めるぞという。ただね、やっぱりね、その今までここでたくさん洗礼していただいて飲んできたんですけど、やっぱりね、この味の違い分からないんですよ。あ、日本分かります、ラスちゃん。やっぱり個別で飲んでるとそこまで分からないですけど、やっぱりこうこの有田さんの良さって本当に数十種類いつも日本酒が置いてあって、本当にそれこそみんなでワイワイ、まあ、なんていうんですかね、礼儀用意気にせず、うん、美味しいお酒をいろんな種類一緒に飲んで違いを味わえるっていうのが一番やっぱいいところだと思うんですね。ラスちゃん回し物やん、完全にさっきから。いや、僕、大丈夫ですよ、黒子ですから有塚さんの黒子ですから。あ、なるほど。へぇー、結局その、まあ、なんか僕もそうやって楽しませてもらってるんで、普段から本当にいろんなおかずあって、うん、これフランクなお店だからこそ確かに仰々しくこう日本酒だからってこう飲むことなく楽しんで飲めるっていう、すごい飲みやすいです。どうどう、日本酒はどうなの。結構日本酒飲むんですけど、うん、なんか結構どちらかというと辛口に近いんですけど。確かに。けどなんか匂いはなんかすごいフルーティーな感じの匂いがして、でも飲んだらなんか後味もすっきりしてて、なんか本当にすごい飲みやすい。食べるよりめちゃめちゃ喋るお酒飲むがいけるかな。やっぱりプシューやるぐらいですか。ほんとね、挨拶がね。いや、まあこのおつまみとね、いただきながら飲んでいこうかな。すごい飲みやすい。色味もちょっと黄色があって、そのフルーティーって意味が分かりますよね。僕も飲んでないんですけど、もう一人で来てしまいそうや、この後ほんとほんと僕何回か来てますからね。モンスターって普段からというか、ご飯の動画とかいろいろ食べてるじゃないですか。はい、でこの前ちょっと拝見させてもらって、はい、めちゃめちゃ美味しそうって思ってしまう。めっちゃ嬉しない？もうやばいですね、もう。え、もう今ので飲めますよ本当に今のつまみで飲めてしまう。こんなラスちゃんに言ってもらえんだよ、なかなか。お腹すいたと思って見てて、あ、ももちゃんもチャンネル見て、はい、大量に作ります本当にこの前、この前もというか、そのトップの方にビッグマックの動画とか、はいはいはい、やってますね。ビッグマックを作ってみたとかっていうのがあったりして、本当にどの動画も美味しそうだったりとか、うん、あと逆に他のカットが無んで、料理動画だけじゃなくてなんか面白い企画もいろいろやってたんで、はい、あ、見てくださってたんですね。なんかロクちゃんなんかプレゼン能力高くないですか。もうなんか、しゃべりがすごい。うまいの TV のこと一切言わない順番ってものが順番っていうものがやっぱ鳥は、あ、鳥はね、あ、じゃあちょっとタイミングを見て楽しみに。鳥だけに、鳥だけに、すいません寄ってます。やばい、つまんない、寄ってますね。いい日、今日も。いや、ほんとね、この前も TV さん、ほんとに、あ本当に。じゃあちょっと続きますけど、その流れで、でもいつも本当にそのいろんなグルメとか紹介してるじゃないですか。はい、いつも連れて聞きましたか。連れてってって言ってるんですけど、なかなかちょっと時間わずでやっとこうお会いできて、ね、本当に本当に連れてってほしいお店みたいなのをいっぱい紹介してもらってるんで。あ、本当ですか。はい、ラスちゃん、和歌山絶対来てくださいよ。絶対行きます、絶対行きます。僕も本当にね、超満足させて帰らせますんで。ドラゴ君もこの前言ってて、もう一人でも家で見てて羨ましいなぁ。多分
僕、馬乗らないですからね。タクは乗らないですからね、僕は。ただ、タコくんは15キロのマグロを僕に提供されて、二度と和歌山来たくないです。やばすぎ。まあ、彼のね、愛嬌な言葉なんですけど、いつもそう言って来てくれるんですけどね。あの人以外もアフタヌーンのティーセットとか、はい、いろいろあったじゃないですか。はいはいはい、あれもすごくおしゃれでいいなと思って、大食い系でやってるので、うん、デカ盛りとかばっかりですけど、うん、本当にああいったのをこう紹介できる場とか、すごい新鮮ですよね、うん、見る人からしたら、うん、もうただただ僕は東京からあの動画を見て、ドラゴン羨ましい。ただただ貴族みたいになってますよ。なかなか YouTube のコンテンツじゃないですもんね。そう、そういうのをじゃあラフちゃんにも体験してもらいながら、いいぜひぜひ和歌山を堪能しに来てください。すぐ新幹線飛んできます。いやもう本当楽しみにしておいてくださいね、皆さん。ラスちゃんの和歌山入り、でもやめてくださいね、僕も15キロでいじめられてください。20キロになるかもしれない。僕テイクアウトで。もう肉を沈めてしまうっていう。これがまたスープに温まるとまた違う顔が出てくるんですよね。黙々と食べてますけど着実に減ってますね、うん、なんかスープもやっぱり一緒にスープも減ってますね、同じぐらいの傘で結構減ってますね。ねえ、美味しいでしょう。ごちそうさまでした。美味しかった。いけますね。飲み、あ、怖いな。怖いです。お、ん、はい、おいしい。兄さん、どうしますか。おいしい。おすすめをじゃあ、いただこうかな。さっきまで日本酒あんまり飲めないとか言ってた。簡易できないの。何をおっしゃったんだ、さっきは。でもあれですか、日本酒以外とかでもリキュール系とかって飲まれたりします？あ、飲みますよ。結構こう日本酒だけじゃなくて、その紅茶リキュールなんかもかなり置いてあるんで。だから日本酒苦手な女性の方とかでもバナナリキュールとかいつもあるんで、めちゃめちゃ飲みやすいんですよ。いや、ラスちゃん回すのよ。めちゃめちゃ営業マンみたいになってるの。え、そうなんですか。ちょっとテレフォンショッキングみたいな。なんで喋らないんですか、普段。こんなに喋りが上手すぎるのに。ね、私なんてもう語彙力ないのに喋ってるっていう。いや、ラスちゃんのいいところはこう物事のいいポイントっていう見極めるのがすごい得意なんですよ、絶対。いや、そこをもうピョーンって嫌い集めて喋るっていうことが絶対ね、長けてるんですよ。本当にすごいですね。けどむしろ僕が普段からこうやってこう楽しませてもらってるので、できればこうせっかくいらっしゃってもらえれば同じような形で一番楽しんでもらえたら嬉しいなと思って。あ、じゃあ僕もじゃあ無理に日本酒飲まずにそっち系でいこうかな。はい、うん、さっと面白いあれだったら僕見てきていいですか。あ、これをっていう。あ、もうぜひぜひ、はい、おろすちゃんのおすすめ。いやー嬉しいな。どうやって選んでるラスちゃん。さっきニコニコしてたの。一番迷ってる。うわ、美味しそう。もうなんかいいじゃないですか。早速なんですけど、じゃあちょっと僕が今、はい、持ちしたものが、ラスちゃんおすすめの、はい、何ですかこれは。ですね。なんえ、これが一応マンゴーリキュール。あ、マンゴーリキュール。本当にもう甘みとかもあって、でめっちゃ美味しそうだ。書いてあるんですけど見えるかな。ヨーグルト割りとかできたりするんですけど。ああ本当だ、書いてる。けど僕はやっぱり。そのまんまストレートが、ストレートで、はい、これ度数はどれぐらいなんですか。度数でいうと 9% なんで、本当に男性女性問わず飲みやすいような。まあね、ストレートで飲むには9。え、ラスちゃんついてくれなんですか。これは僕がおすすめしたお酒ですから。一気に値段が高くなって。いや怖いですよ、伝票見るの。いいですか、いただいて。じゃあ僕先に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。いただきます。え、なんか想像したのと違う。なんかジュースみたいに飲めるけど、うん、後にアルコールのこのそうなんですよ、そのグッていうのが来てすごくいい感じですね。なんかすごい、またマンゴーって聞いたからすごい甘い感じのお酒かなと思いきや、もうリキュール原液だからすごい甘い、甘ったるいかなと思ったらジュースみたい。本当に普通に飲める。さっぱりもしてる。甘いカクテルが苦手な男性の方とかでも、うん、飲みやすいような。すごい飲みやすい。最後こうアルコールの香りがパッて抜けるんですよね。もう、もうラスちゃんさん。じゃあもうこれをね、いただきながら。
美味しい、本当に美味しい。ラッシュさん、この量をね、普段普通に食べてるんでしょうけど、うん、こうやって談話しながら食べるって、ちょっとあんまりないことだと思うんですよ。あんまりないですね。話してる間って膨らむじゃないですか、うん、はいはいはい。どうですか？多分、その限界の量はいつもより食べれないでしょうけど、うん、でもそれこそやっぱり楽しくこうご飯食べるのってより美味しいじゃないですか。はいはいはい。あ、それを感じながら、はい、一人で黙々食べるのも好きなんですけど、でもこうやって普段もやっぱり友人とか、それこそドラゴ君とか一緒にご飯食べたりして、うん、やっぱりそういうご飯も好きなんで、うん、はい、ラスちゃんいい子や。間違いないっす。今日もともと、はい、どうぞ。なんか性格がもうなんか0か100かみたいな性格なんですよ、うん、だからなんか中センスないかもしれないってところを頑張って50にしても、うん、なんか結局人間の平均になるじゃないですか、うん、ちょっと、うん、その時間無駄じゃねえと思って、もうセンスないものはもうやらないみたいな。なるほど。ゼロで、あ、もうちょっとこれいけるかもって思ったものだけにこだわってやってるって感じなんで、だからそれがもう看護師と料理はもう本当に好きだし、そっちで行きたいなと思って。23で僕その考え持てんかったな。そんなことないですよ多分絶対。いや本当にそんなことよう言わんかったわ。本当なんかできると思って、うん、別に好きじゃなくてもとりあえずやってみるとか。いやいや、そうですよね。そんな感じでしたよね。ですよね、うん、すごいなその意思。誰に叩き込まれたの？お父さん。お父さん。そうです。いや、そうでしょ、まあ、お父さんでしょ。そうですね、尊敬、一番尊敬してるのはお父さんですね。お父さんに見せたい、この動画。いや、まだ見せたい。よろしくお願いします。何のよろしくなんですか。うちの魔法め。そういう動画今日。あ、そう、楽しいな今日。でもお父さんを尊敬できる女性ってすごい素晴らしい人です。人前とかでいない言えるとかじゃなくて、人前でそれが言えるってことがすごいな。そうもう人前どころかね。お父さんなんですよ。いや、もう誰に壊すって。お父さん。あ、お父さんに。シュータの前半とかなんか本当に人前とかで、うちの親父なんかさ、そう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 感じの本当にそう本当に。でもそういう時期もありましたよ。え、反抗期とかなかったんですか？僕はなかったですね。あ、ありました。あまりそのあたりは。じゃあ掘り下げていきましょう。本当にそういうとこ。うわ、掘り下げないでください。そんな目で見ないでください。まあでもみんないい人ですよ。すごいラッちゃん。え？こんだけ話しながら絶対隠してるよね。ボトって落ちる。え、ちょっと待って、ラッシュちゃん。やばーい。いいですか？やばー。ああいう会話しながらですよ。黙々と食べてるわけじゃない。食べてたの。完食ですね。ですね。すごいですね。すごい。もう笑ってしまう。何もなかったように食べてるから。もうだってもうありますよ。あのスープ入れて7キロって言ってたけど、多分これ1キロも残ってないんですよ。スープ残ってないですね。多分500本ぐらいね。だから 6.5 以上は多分食べてると思うんですよ。ラフちゃんすごい。うらやみです。苦しくないぐらいが。ありがとうございました。いやもう、じゃあごちそうさまで締めましょうか。そうですね、こんな感じですけれども、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。もう普通シンプルにやばいっすね。シンプルにどれぐらいなんですか？まだ全然苦しくないです。はぁ、あ、そう、はい、やばいな。今日は本当に結構一緒にご飯食べれた人にこう食べてもらいたいものを全部食べてもらえたので、僕はもうそれで満足です。お酒も飲んでもらったし、食べてもらったし、いやすごく幸せでした。ラスちゃんありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。